はい、どうも、ヨジンです。はい、ということで、本日はですね、某所に来ているんですけれども、背景で、わかる人はわかるかなっていうね、ところなんですけど、まぁ、ちょっとね、いかがわしいスポットなんですけど、そういう目的ではなく、まぁ、今日は、日焼けというか、まぁ、焼きたくないんで、日焼け止め塗って、日向ぼっこ、まぁ、外でちょっと、開放的になりたいなっていう感じで、やってまいりました。あのね、草がね、ほとんど刈られちゃって、そういうね、ことをするのは難しい状態になってますね。こんな感じ。本来ね、ここ、もっと、こう、草がね、生い茂ってるんですけど、夜になるとまだ人いるのかな？こんな感じで。はい、あ、こっちはあれだ。はい、こんな感じの場所でございます。あれが目印ですね。はい。で、まあね、よくここで日焼けしてる人がいるっていう話なんですけど、今日はね、一人も人がいなくて、まあ、奥にね、おじいさんお二人がいて、なんか、ずっと座って お話をされてるんですけど、ちょっとこっちの人なんか、のんけの人なんかわからないんで、あれなんですけど、まあ、ここでね、日焼けをしていこうかなと思います。はい。じゃあ、ちょっとね、準備をしていきます。とりあえず、こう、行きましょうか。シートをダイソーのアルミシートに入れました。本当は8月 の頭ごろに来ようかなと思ったんですけど、もう暑すぎてもう絶対熱中症になるなっていうので、今9月の、中頃ですけどに時期をね、ずらして、まあなんですけど、今日はね、結構暑いですね、それでも。下にアルミシートを敷きました。もうね、シャツがびっしゃびしゃで、乾くかな。かけといたら乾くかな。日焼け止めとか。一応ね、ちょっと熱中症にならないようにね。飲み物は、これ1リットルぐらい買っといてよかったの、500しか買ってないんですけど。パンツなんですけど、日焼け止めを塗りたいな。汗をね、拭いとかないと。白くね、浮いちゃうんですよね。あ、ちょっと、汗で。ちょっと下げて。よいしょ。こう焼けそう。
背中が、あれなんです。ちょっとお尻塗ってきたいな。こっちがね、めっちゃ人通るんで。ちょっとこれじゃなくて別のんで、このアモレシンを使います。ジーバイ水素のね、でっかい玉のこれを巻いて、ね、正面は人いないんで。汗の量が半端ない。ジュースもうちょっと買っといてよかったな。で、これはね、もう一枚ちょっと。ちょっとこんな感じで。準備 OK ですね。ちょっとカメラを反対側から、はい、ということでね、セッティングが完了したので、しばらく焼くっていうか焼くつもり、多分焼けちゃいますね、焼くつもりになります。すでになんか黒くなってる気するな。ちょっとしばらくこのまま日向ぼっこしようかなと思います。汗がやばい。ちょっとね、お色直しをしようかなと思います。 GV3 さんウロサチかな、エベレストビキニですね。ここにお色直ししていきます。
はい。ということで、お色直し完了しました。いいですね。これでね、あの、お尻が T になったんで、綺麗に焼けるかなと思うんで、もうちょっと焼いていこうかなと思います。なんかね、若干日が落ちてきて、ちょっとね、汗が、まあ、まだだらだら書いてるんですけど、汗が若干落ち着いてきたような感じがしますね。で、あのね、さっき通りがかった人、多分お仲間かな、か後ろの方で焼かれてる気がしますね。ちょっとね、後ろに向こうかなと思います。じゃあ最後にちょっとまたアモレシーノに履き替えておまけシーンをね、あの撮っとこうかなと思います。マイファンズ用のやつね。あのもちろんね、外なんでボロンとは出せないんですけど、まあ、なんかちょっとだけエッチなやつ撮ろうかなと思います。はい、まあ、うまく撮れるかわからないですけど、ちょっと撮っていきます。